大変お待たせいたしました。ただいまより表彰式に移ります。まずはじめに第20回京都桜よさこい実行委員長兼学生運営委員長タイさくらに登壇していただきます。よろしくお願いいたします。続きまして審査員の皆様にご登壇していただきます。どうぞお上がりくださいませ。それでは審査員の皆様を順番にご紹介させていただきます。審査委員長上日産業株式会社常務取締役徳永典彦様。第22回京都学生祭典副実行委員長篠原萌香様。テクハン株式会社管理本部副部長兼財務部部長丸山匠様。第19回京都桜よさこい学生運営委員長小野幸太様。第19回京都桜よさこい学生運営副委員長本田東也様。それでは表彰の前に審査員の皆様を代表いたしまして19回京都桜よさこい実行委員長の小野様より第20回桜よさコンテストの総評を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました第19回京都桜よさこい実行委員会実行委員長小野幸太と申します。まずは踊り子の皆様、このね3月30日と31日という2日間、初日暑かったですし今年は本当にね花粉も飛び散っている中全力で頑張ってくださいました。本当に感謝しかございません。お疲れ様でした。ありがとうございます。今年はね、この京都桜よさこい一丸となって踊れる、そういった素晴らしい年になったと僕は感じております。というのも審査員席から僕2日間見ておりました。観客の皆様がね反応がとても良かったんです。踊り子の皆様がこうステージに上がってくださるたびに巻き起こる喝声、拍手、そして声援、応援、そういったものの他に応援団の方々、また踊り子の皆様がここに登ってくださって演舞中に掛け声や合いの手、そういったものを、入れてくださる観客の方々、そして踊り子の皆様も観客の皆様がより一層楽しめるようにあの手この手でと踊り子の皆様にどん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 祭りに参加してほしい、そういったねアプローチを仕掛けてくださることによってこの今日桜よさこい全員で楽しむことができるようになった、そういった、チーム様が数多く集まってくださったのではないかなと思っております。審査につきましてですが、私たちの心を引くようなそういったね素晴らしい表情管理をしてくださるそういったチーム様、その他にもしなやかな動きで心をわしづかみにするようなそういったね素晴らしい動きをしてくださるチームの方々たくさんいらっしゃいました。そのため審査員指導本当に審査苦労しました。しかし判断基準にのっとりそこに関しては厳正に審査の方させていただきましたのでご了承ください。最後にはなりますがこのお祭りに参加してくださった、全員本当にありがとうございました。また再来年以降もこういった桜よさこい、全員で作り上げる桜よさこいが続いていくことを切に願っております。これにて総評を終わらさせていただきたいと思います。
第19回京都桜よそこい実行委員会実行委員長小野浩太。ありがとうございました。審査員の皆様ありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは審査員の皆様はご講談お願いします。はい、それではですね、まず特別賞の表彰を行います。本田様ご登壇ください。特別賞とはコンテストの一次審査で惜しくも上位8チームに入れなかったチームのうち上位の2チームに授与される賞です。特別賞は先ほど演舞していただきました京都よさこい連心意気の皆様とよさこいチーム風見鶏の皆様です。それでは京都よさこい連心意気の代表様お上がりください。第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト特別賞京都よさこい連、心意気殿おめでとうございます。それでは続きましてよさこいチーム風見鶏の代表様お上がりください。表彰状第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト特別賞よさこいチーム風見鶏殿おめでとうございます。よさこいチーム風見鶏の皆さんおめでとうございました。本田様はお席にお戻りください。それではいよいよ桜よさこいコンテスト最終審査の発表に移ります。観客賞、ブーブーパーク賞、常日産業賞、準大賞、大賞の順に発表いたします。最終審査に残った8チームの代表者はステージに登壇してください。え、持ってます？あ、前か。それではまず観客賞の発表をします。この賞は大賞などには惜しくも選ばれなかったチームの中で観客票を最も獲得したチームに贈られます。それでは発表します。観客賞を受賞したのは大阪大学お祭りダンスサークルマダニの皆さんです。大阪大学お祭りダンスサークルマダニの皆さんには賞状が授与されます。代表者の方は前へどうぞ。篠原様前へお願いいたします。
第20回京都桜よさこい観客賞大阪大学お祭りダンスサークルマダニ殿おめでとうございます。野原様ご講談ください。ありがとうございます。観客賞いただきました大阪大学お祭りダンスサークルマダニです。僕たちはこの桜よさこい去年に続いて受賞させていただきました。かなりね、いい会場で演舞させていただくことができてチーム一同とても感謝しています。本日お祭りの開催にあたりご尽力された皆様そしてご覧にいただけた会場の皆様一同に感謝申し上げます。ありがとうございます。大阪大学お祭りサークルマダミの皆様ありがとうございました。それでは続きましてブーブーパーク賞の発表をいたします。ブーブーパーク賞は今年度共催をしていただきましたテクハン株式会社様から贈られる賞です。それでは発表いたします。ブーブーパーク賞を受賞したのはされます。代表の方は前へどうぞお進みください。丸山様前へお願いいたします。まず賞状を授与いたします。表彰状第20回京都桜よさこい桜よさこい桜よさコンテストブーブーパーク賞近畿大学先進殿おめでとうございます。続いてトロフィーの授与でございます。おめでとうございます。マリア様ご登壇ください。この度ブーブーパーク賞、受賞させていただきました近畿大学先進です。我々は、新演舞がまだ始まったばかりなのですが、演舞を作ってくれた作成班を中心に、がむしゃらについてきてくれた、全ての先進メンバーそして、たくさんの温かいご声援いただきました皆さんに本当に感謝しかありません。本当にありがとうございました。先進の皆さん本当におめでとうございました。それでは続きまして情熱産業賞の発表をいたします。主催企画賞の情熱産業賞は惜しくも大賞と準大賞に選ばれなかったチームの中で最も素晴らしい演舞をしたチームに贈られます。それでは発表いたします。情熱産業賞を受賞したのは代表者の方は前へどうぞお越しくださいませ。代表者以外の方は情熱産業賞演舞のため速やかに待機場所へとお願いいたします。それでは徳永様前へお願いいたします。
まず賞状を授与いたしまして、続いてトロフィーを授与いたします。第20回京都桜よさこい情熱産業賞共演袖振れ最強前線と。おめでとうございます。おめでとうございます。このような賞をいただき本当にありがたいと思っています。この桜よさこいで素晴らしい演舞をするために、僕たちは半年間先輩から受け継いだこの喝采という演舞を頑張ってきました。本番当日は全力を出し切ることができ本当に嬉しかったです。祭りを開催してくださり本当にありがとうございました。それでは作よさコンテスト準大賞の発表へと移ります。第20回京都桜よさこい準大賞を受賞したのは、結びの髪の皆様です。おめでとうございます。代表の方はどうぞ前へお進みくださいませ。小野様、どうぞ前へお願いいたします。それでは賞状とトロフィーを授与されます。代表者以外の方は準大賞演舞のためステージ横へとお集まりください。第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト準桜よさ大賞結びの神様、おめでとうございます。ありがとうございます。まだびっくりしてるんですけれども、2年前にいただいた作よさ準大賞をもう一度取ることができて本当に嬉しく思っています。ちょっと逆光で、メンバーが全然見えないんですけれども、本当に私の思いつきでたくさん振り回しました衣装屋さん、スタッフの方、そして何より戻り子さん、本当によく頑張ったと思います。お疲れ様でした。そして、この京都桜よさこいが、今後ですね、単なるイベントとかではなくて、ちゃんと地域に根ざしたお祭りとなって50回100回と続いていくお祭りになるように私たちも頑張っていきたいと思っております。どうぞ京都から高知へ世界へ行きたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではいよいよ皆様お待ちかねの作よさ大賞への発表へと移ります。第20回京都桜よさこい栄えあるよさこい大賞を受賞したのは、賞状とトロフィーが授与されます。対実行委員長前へお願いいたします。代表者以外の方は大賞演舞のためステージを越えお集まりください。表彰状第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト作業所大賞
共演袖振れ踊りっつ。非団体は第20回京都桜よさこい桜よさコンテストにおいて桜よさ大賞に輝きました。これまでの努力情熱をたたえ、今後ますますのご活躍とご発展を心から願って、ここに第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト桜よさ大賞を贈り、その栄誉を長くたたえます。令和6年3月31日第20回京都桜よさこい実行委員長大桜、おめでとうございます。ご登壇ください。このような名誉のある賞をいただけて誠にありがとうございます。この桜よさこい祭りで2023年度演舞狂乱旋風伝は振り納めとなります。最高の振り納めになるように、大賞を取れるように、ここまで全員で必死に頑張ってきました。誰一人欠けてたらここまで来れてなかったと思います。ここまでついてきてくれた仲間たちに感謝いっぱいです。これを聞いてくださる皆さんもしんどい時、辛い時あると思います。でも私たちの演舞を見て、明日少しでも頑張ろうと思ってもらえるような、そんな演舞をこれからもしていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。共演されて踊りっつの皆様、本当におめでとうございます。それでは残りの3チームの皆様には最終審査に進んだことをたたえ優秀賞を贈呈します。3チームの皆様には演舞順に賞状が授与されます。対実行委員長、前にお願いします。まずはバサラの皆さんです。前にどうぞ。表彰状第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞バサラ、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、なるたかの皆さんです。前にお願いいたします。表彰状第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞なるたか、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、早稲田大学よさこいチーム、東京花火の皆さんです。お願いいたします。今行けますね。表彰状、第20回京都桜よさこい桜よさコンテスト優秀賞、早稲田大学よさこいチーム、東京花火、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。右から見てみます。
3チームの皆さん、おめでとうございました。そして受賞されたすべてのチームの皆様に盛大な拍手をお願いいたします。以上で表彰式を終了いたします。それでは皆様、ご講談お願いいたします。さて、それでは表彰式も終了したということで。